TV のコーナーパーソンのゲストとして今回は IMALU さんに来ていただきました。よろしくお願いします。 IMALU です。夏フェスにまあおすすめできる、うん、ファッションの話を2人にしようかなと思って、どんな格好していったらいいのかっていうのを、若干こう教えてもらう感じで、でナツトは、はい、自分で夏フェス行くならこういう感じかなっていうのは、今まで行ったことないから妄想も兼ねて、あ、じゃあそれ教えてくださいまず。そうよ、だからそれを伝え合うのに、絵描こうと思います。じゃあ、IMALUちゃんから本当ですか、絵を発表してください。お願いします。フェス、おすすめファッション、はい、の絵、こちらです。じゃん。じゃあ、すいません、じゃあこれおすすめポイントお願いします。はい、まあ、まず、うん、タンクトップ。あ、タンクトップがおすすめなんや。いや、おすすめ、まあ、T シャツでもいいんですけど、うん、ものすごい暑いので、はいはいはい、 T シャツでもものすごい暑いと思うんで、うん、まあ、日焼け対策はバッチリしつつ、うん、タンクトップ、うん、で私なんかは結構もうダランとした、ここもがっつり開いたタンクトップでもほとんどあの中はちゃんと見せぶらというか、はいはいはい、最近もやってるよね、スポーティーなやつとか、うんうん、そういうものをつけて、うん、で、まあ、短パンもちろん、うん、でスニーカーはマストなんですけど、うん、スニーカーなんやな、やっぱりな、絶対スニーカーです、うんうんうん、でちゃんと汚くなってもいいスニーカーを、汚れてもいいですね、はい、で人によっては、うん、あの帽子やっぱ日焼けたくさんするので、うん、もういいんですけど、暴れたい人は結構邪魔になっちゃうんですね、帽子がね、帽子が、うんうんうん、で私は結構こう踊ったり、うん、騒ぐタイプなんで意外とそうやねんな、そうそうそう、なんかうわーとかやってだんだん帽子がこうなってくるの、うん、もうすっごい邪魔になって最終的に撮ってるんですよ。それですごい帽子が邪魔になったことも何回かあるので、はいはいはい、個人的には帽子なし、うんうん、でセスのタオル、これタオル、タオル、クセやんな、これ待って、これ確認するけど、これタオル、かわいいフェス、嘘でしょ、かわいいフェスって地味に書いてあんねや、優しい、ね、汗よくかいて気になっちゃう人はよく、まあ、フェスでも見ますけどね、首にかけて巻いたりとか、でタオルとパンツの色とかちょっと合わせてみたりとかっていうのもコーデの一つなのかな。いや、これはもうたまたま私のフェスファッションこちら、じゃん。え？いや、これはひどい。これはひどい。説明するの？なんか蝶々みたいな。そのチョロ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 。今IMALUちゃんが言った蝶々、はい、なんですけど、つけてるくない？みんな。ああ。あのお花のやつ。ヘアバンド。そう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 、ヘアバンドでここお花のやつ。あれみんなつけてるよ。はいはいはい、それ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 これそれ。で、フード。これはフード付きの、あのちょっとこうなんていうの、ポンチョっぽい感じの、ポンチョ、これポンチョやん、ポンチョやん、これジフェスですよ、フェス、いや、そっか、日焼けを、日焼けのことっていっぱい、あで、まあ、ちょっとこういう感じで、話で、そう、野原やと思ってたから、フェスって激しい話なんかな、新しい話で、こうだから野原っていうのでこう緑、前これ葉っぱな、これ野原な、はい、野原の葉っぱでめっちゃ野生的な、そう野生的なイメージ、でも裸足っていうのがもう衝撃なんですよ、もう今のちょっとめっちゃダメだし、いやもうだって夏子さん多分この今番組なかったらフェス行くとき裸足ちょっとだったんですよ、一応サンダル履いていくけど、でも置いて走るみたいな危ない、サンダルも絶対危ないですよ、人に絶対踏まれちゃうから、みんなサンダルもダメですよ、そうですよ、わかりましたか、はい、スニーカーでお願いします、こういう感じでスニーカーでカジュアルにおしゃれ、おしゃれに可愛く楽しく楽に楽に、はい、ありがとうございます、お勉強になりましてございます。夏におすすめのマイ夏プレイリストといいますか、まあ、自分の夏プレイリストだよね、うん、それをこうちょっとお互いにおすすめし合おうという感じでいこうと思うんですけど、はい、基本的にチャラい曲が好きなので、え、何何どんチャラい、チャラい曲、あのチャラい曲曲にチャラいって言葉って当てはまる洋楽好きなの、やっぱ流行りもの、もうトップ10とかにいっぱい入ってるポップスとか流行りものとか結構
クラブとかにかかってるようなちょっとチャラめの、うんうん、いい意味でチャラめ、うん、いい意味でチャラめ、チャラい曲が好きなんで、うん、あの1個ねピットブルっていうラッパーのですね、はい、あのフィールズモーメントっていう曲があるんです。フィールズモーメント、かっこいいわ、はい、まあなんか爽やかなアゲソングというか、うん、まあ、ピットブル基本的にかなりアゲな曲がいっぱいあるんですけど、あれなんですね、アハのテイミーだっけ、うん、あれをサンプリングして、あれをサンプリングした曲なんですよ。だからちょっとどの世代の人でもなんかこう乗れるような、そうだね、一回聴いたことある曲がサンプリングされてるっていう、うん、そういうことがあるもんね。じゃあ2曲目お願いします。2曲目はですね、うん、この間韓国のフェスに行ってきまして、うん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 、ダンスミュージックのフェスだったんですけど、ウルトラコリアっていう、うん、そこにも出てたアビチっていう、はい、DJ 知らんわ、勉強なる、うん、スウェーデンのイケメン DJ で、うん、スウェーデンのイケメン DJ、はい、DJ 界のレオナルド・ディカプリオと私は呼んでるんですけど、そんなに、はい、曲よりもその見た目が気になってジェシュは多分見てると思うんですけど、まあその彼と、まあ、ニッキー・ロメオっていうロメオっていう人の、うん、I could be the one かな、うん、っていう曲があって、うん、まあ個人的にこのフェスに行ってきたから思い出のちょっとやっぱり曲になってて、かなりアゲアゲな、それもアゲアゲ、うん、曲です。そして最後にもう一曲、3曲目、最後、まあ王道というか私もずっと大好きなグリーンデー、おーいいね、 Welcome to the Paradise、うんうん、はもう夏はいつも聴きたくなりますね。もうこれはもう毎年、うん、まあでもそれは夏子も知ってる、やっと知ってる曲来たけど、やっと知ってる曲来たけど、確かにめっちゃサマーっぽい、夏っぽいよね、夏っぽいし、うん、まあテンション上がるし、うん、なんかあの最後の Welcome to Paradise とか、うんうんうん、あのいつも聴きながら歌ってます。あ、聴きながら歌ってる。まず1曲目が、あのジッタリンジンの夏祭り。君が見た夏は、うん、あれはその曲はやっぱみんな夏感じれると思うけど、夏子の場合は自分が高校の時にコピーしてたのね、へー、バンドで。で、それでこうジンベエ来てライブして、若いやろ、高校の時にジンベエを着て、はい、その曲夏祭りをみんなの前で歌った、それこそ夏祭りに、はいはいはい、っていう思い出があって、夏になると必ずその曲を聴きたくなるし、聴、うん、いたらそれこそこう昔を思い出したり、はいはい、あ、夏やなって感じれる、青春の一曲、そう、ね、青春の一曲でもある一曲、うん、で、2曲目はなんですか、シュッサマーパーティーしてる、え、あれだっけ、タイトルモーニング、そう、3人祭りだっけ、チュ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 サマーパーティー、そうやばい、大好き、大好きじゃない、やばいっすね。で、その曲はやっぱみんな口ずさめるやん、はい、その世代を生きてた人たちは、はいはい、チュ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 サマーパーティーって、で、っていうので、その、まあ、夏に聴きたくなるっていうのと、あと女の子の可愛い部分をすごい引き出してくれる、うんうん、普段チュッチュッチュなんて言えない子でも、ちょっとプリッコ系の曲ですもんね、カラオケでそれを歌ってる時はもうなりきってプリッコできるみたいなのもあるから、ちょっと夏弾けたい時はカラオケで歌っても盛り上がる。私でもそのパターンで言ったら、うん、サマーレゲエ連邦してます。サマーレゲエ連邦、おおサマーレゲエ連邦やばいっすよね、あれ。ティンブルちゃんと、まさかこんなにそこの世代の話で、モーブス話で盛り上がれると思うかった。神ですもん。そう、あー、でもだから、もうまさにサマーって感じで、その曲も大好きけど、夏子はチューサマーパーティー、チュー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 が大好き。で、まあ最後、3曲目なんですけど、はい、3曲目は、自分のテーマソングとしても、勝手に夏になったら頭の中に流れてんねんけど、夏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 、ここあそう、あれはもう夏子の中では、夏夏夏夏ココナッツの夏とココナッツに変わる間に夏子って言ってると思ってるから夏そうだ、夏ココナッツ、そうだ、そうだから自分のテーマソングとしても夏関係なくても自分のテーマソングにしてるぐらい、はいはいはい、やっぱこうサマー夏っていうのを感じれる。ということでですね、今日はイマルちゃんに来ていただきました。どうでしたか？楽しかったですよ。まだ喋り足りないですけど、そうやね、毎回な、ね、仕事もないから
ていう感想を2人とも残してんねんけど、またぜひ原宿かわいい EB に遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。チュ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 サマーパーティーをやばい、大好き大好きじゃん。やばいっすね。なんすか、めっちゃ好きで、それが懐かしい、あのスカートピラッツ